琵琶湖ヤングダービー第7レースを勝ちました4号艇井上和樹選手です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。さあ今日は2走の勝負がけでしたが、もう前半レースで勝利挙げましたね。はい、嬉しいです。はい、ではレースリプレイで見ていきたいと思います。枠なりの進入4コース角からのスタートですね。はい、スタートはここまでどうでしょうか。全速では行ったんですけど、はい、最初ちょっと状態起こして様子見ました。はい、うん、スタートしてから船足どうでした。あ、よかったですね。はい、ちょっと余裕は持って。そうですね、ちょっと直線求めていったんで、あ、はい、まあ、しっかり反応してくれてたかなと思います。なるほど、ここはじゃあちょっと稼働仕様にはしてたんですね。そうですね、はい、うん、そして道中中村太平選手とかなり接戦になりましたが、はい、これ競ってみていかがでした。足は僕の方が余裕あるんですけど、はい、ちょっとターンマーク回れてなかったんで、はい、そこは調整面。いや、ペラはしっかり合ってくれてると思うんで、はい、自分がしっかりターンマーク回れてなかっただけですね。はい、うん、ではあの2日目に勝利が上がった時にはモーターパワーはあるけどまだちょっと合わせきれてないというお話だったんですが、もうその面はだいぶ解消されているというか。そうですね、はい、うん、だいぶ上積みできてると思いますね。はい、後半レースは12レース5号艇で登場となるんですけれども、はい、まあ明日に向けてさらなるポイントアップを目指してというところになりますよね。そうですね、はい、後半は、まあ、調整はこのままいくと思うんですけど伸びしようで、はい、まあ、明日も見据えてもう少し調整したいと思います。はい、はい、それでは後半レースに向けてもファンの方に一言お願いいたします。はい、後半もしっかり船券絡めるように頑張ります。応援お願いします。はい、それではカメラサインをお願いします。長いレースに出場した関選手は今日の方まで。いい枠で乗りたいですね。そうですね、はい、頑張ってください。で最後ポーズ、あ、はい、ヤングダービー4日目第8レースを勝ちました1号艇武田和也選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあシリーズ初白星となりましたがいかがでしたか。よかったです。はい、はい、ではレースリプレイで振り返っていきたいと思います。進入枠なりです。インコースからでした。風はもう緩やかな向かいですかね。まあ、ほぼなかったです、ね、うん、武田選手は思い切っていきました。スタートはいやなんかあんまり外が来てなかったのちょっと見てしまって、はい、うん、ちょっと様子見ちゃいました。一緒になって、はい、まあ、土屋選手の攻めもありましたけれども水面としては、うん、もう全く悪くはない水面ですかね。あ、いい水面でしたね、はい、うん、ターンマーク回る感触いかがでした。いやちょっと油断してましたね、2に対して。なるほど、はい、もう気づいたら2が来てたんで、お、まあ、ギリギリでしたね。ギリギリ逃げられたという、はいはい、うん、モーター的には2連打率の数字結構、ね、低いんですけれどもここまで走られていかがでしょうか。25% っていう感じではないんですけどね、はい、自分的には、うんうん、はい、決してでは悲観する感じではないですかね、うん、けどまあ着が取れてないんで、はい、うん、なんか本番行ったらずれてるのかなっていうのはありますね、はい、ちょっと競り合いになったり揉まれたりするとっていう、はい、そうですね、うん、結構もう日に日に調整はいろいろ変えられてるんですか。けどそこまで大幅なことは初日2日目にまあいろいろ試してはい、はい、まあ、自分のレースしやすい感じになってきたので、はい、まあ、その辺でうろちょろしてます。なるほど。さあちょっとね予選突破厳しい状況かもしれませんが武田選手自身は近況のリズムはいかがでしょう、はい、まあかもなく不可もなくですね。なるほど、はい、はい、それでは明日以降の戦いに向けましてもファンの方に最後に一言お願いします。はい、明日からも精一杯走ります。応援お願いします。はい、ではカメラサインをお願いいたします。はい、はい、ドアップで映ってますね。あ、サウスポーなんですね。はい、はい、で最後カメラに向かってポーズを、ね、はい、ありがとうございます。ヤングダービー4日目第9レースを勝ちました3号艇磯部誠選手です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。さあ明日の高枠をかけての一戦でしたがいかがでしたか。ちょっと意識してたんですけど、まあ、いつも通りと思って自分に生かしていきました。はい、結果が出ました。ではレース見ていきましょう。進入は枠なりです。磯部選手3コースからでした。スタートに関してはどういった感触でいきましたか。ちょっと風強くなってるの分かったんですけど、
ちょっと早仕掛けしてしまって、はいはい、っていう感じですね。ちょっと様子見ちゃったっす。途中で様子を見ながら、はい、まあ1マークは2番差しに行きましたね。そうですね、まあ、ちょっと馬場君に対して劣勢だったので、はい、まあ、それはスタートの分、はい、そうですね、まあ、たまたまです本当に、うん、はい、このレースタイムも出ていたんですが、いや、あれはないと思います。塩崎一番より半分ぐらい下がってたので、足合わせで、はい、では競って決して不難し余裕があったわけではなかったですか。そうですね、やっぱバック出られた感は大いにありました。うん、ただドリーム戦の時には勝利者インタビューでもまだ不難し的にはまだまだというコメントだったんですが、そこから変化としてはどうでしょう。ちょっともういろいろやって正直ペラもなんかもうくしゃくしゃなんですけど、って感じですね。まだではこうすっきりという感じではないんですね。昨日すっきりしたんですけど、うん、また今日ちょっといろいろやって、はい、ぶっつけで今言ったような感じで、またこれ、まあ、これを、はい、ベースでいこうかなと思います。はい、はい、ただ今年はその気持ち的にはこう大人な感じでいけてますか。そうですね、冷静にいこうとは思ってます。落ち着いて、はい、はい、それでは明日へ向けましてファンの方に一言お願いします。はい、残り2日しっかり走ります。お願いします。はい、それではカメラサインお願いします。わ、最悪。すいません。はい、さあ、いちご手頑張ってください。はい、頑張ります。最後ポーズをお願いします。はい、はい、琵琶湖ヤングダービーシリーズ4日目第10レースを勝ちました1号艇吉川貴人選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、今日もなかなかね、イン柔軟の流れが続いてたんですが、はい、ここはしっかり逃げ切りましたね。よかったですね。はい、ではレースリプレイ見ていきたいと思います。枠なり進入です。インコースからでした。スタート実況ではゼロ台ということでしたが、はい、いかがでした。そうですね、15ぐらいだと思いました。ああ、これまでは行き足が良くてというところなんですかね。そうですね、で、出足系がいいと思います。はい、スタートしてからも余裕はありましたか。そうですね、余裕ありそうですね。このレースの中では展示タイムも抜けた数字になっていたんですが、はい、現状船足いかがでしょうか。なんかまだ合わせきれてない感じがありますね。そうですか、はい、この21号機琵琶湖のエース機候補と言われていますもんね。はい、まだちょっと引き出せないと思います。うん、初日の勝利者インタビューでは出足系がいいということだったんですが、はい、今特徴面はどうでしょう。あそこは変わらずいいと思いますね。うん、乗り心地だけなんかうまいこと合わせきれてない感じがあります。あ、なるほど。船足自体は今節の中では上位にはありそうですかね。そうですね、出足系統で言えばいい方かなと思います。うん、直線で言えば何人か上はいるかなって感じですけど。あとでは準優勝戦へ向けての課題はどうでしょう。乗り心地ちょっともうちょっと求めていきたいと思います。はい、まあ、琵琶湖は印象もいいと言われてましたもんね。はい、そうですね。はい、それでは明日のレースへ向けましてファンの方に一言お願いします。はい、明日も頑張ります。応援お願いします。はい、それでは今節2枚目のカメラさんいただきたいと思います。はい。あっさり、あれってさっき磯部選手がギューって蓋閉めてたんですよ。お、あ、バッチリです。はい。はい、ありがとうございます。琵琶湖ヤングダービー第11レースを勝ちました1号艇野中一平選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。ここは逃げての勝利決まりましたね。はい、安心しました。はい、ではレースリプレイで振り返っていきたいと思います。枠なり進入です。インコースからのスタート、実況ではゼロ台後半ということでしたが、はい、バッチリ行きました。もうそのぐらいだろうなという感じですかね。そうですね、2番3番のエンジンが良くて、はい、特訓からちょっと伸びられる感じがあったので、S だけは集中していこうと思ってました。なるほど。さあ、そしてここしっかり先に回っていきます。今日の感触いかがでした。今日が一番良かったです。2日目にキャリアボデーの交換がありましたが、まだ船足はまだと言われてましたけれども、はい、そうですね、昨日の一走が全然合わせれなくて、うん、そこからプロペラを教えてもらいながら叩いて、今はだいぶ戦える足ありますね。うん、
これで手元の計算、得点が 5.83 ということなので、ちょっとね、はい、最終ボーダー待ちとはなりますけれどもね、はい。まあ、前半競り勝った感触としてもでは良かったですか？いいまではいかないですけど、競り勝てたっていう結果も出ましたし、はいはい、上積みはできてます。やれることはやったなというところですかね。はい、はい。それでは今後のレースへ向けまして、ファンの方に一言お願いします。はい、最終日最終レースまで、与えられたレースで全力を出します。応援お願いします。はい、それではカメラサインをお願いします。はい、よし、はい、で最後にカメラに向かって笑顔でポーズを。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ヤングダービー予選ラスト第12レースを勝ちました1号艇木下翔太選手です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。さあ、準優の高枠をかけての1回走りでしたが、はい、気持ちは入ってました？緊張しました。はい、はい、ではレース見ていきましょう。枠なり進入、インコースからのスタートでした。スタートに関してはいかがでした？ちょっと怖かったですね今。はい、全速？全速ではいけたんですけ ど、 なるほど。ちょっと掘りたい感じの景色ではあったんですけどね。タイミングでもそんなにいってないっぽいですね。あ、そうなんですね。はい、1マークのターンなんですがいかがでしょうか？ちょっと余裕あったのでちょっと落としすぎて、はい、だいぶ失敗したんですけど、だいぶ進んでますね。はい、まあ、昨日のお話でも出足寄りに持ってこれてるということでしたもんね。そうですね、はい、バランス取れてると思います。そう、出足型の船足はもう最近の好きな感じではありますか？もともとあんまり伸びていくタイプじゃないですし、攻めていくタイプじゃないんで、レース足の出足とかを求めてやってるんですけど、まあ、今節はしっかり反応してくれて、はいはい、いい感じだと思います。まあ、今日は長い1日だったと思いますけれども、調整作業としてはもう大きなことは？そうですね、大きなことはせずに、はい、まあ、今の状態で乗り心地だけしっかりと思ってやってます。改めてこのヤングダービー最後の年となりますが、はい、意気込みとしてはいかがでしょうか？そうですね、なんとかいい枠で乗れそうなので、はい、しっかり優勝戦までいけるように集中したいと思います。はい、それでは全国のファンの方へ最後アピールしていただきたいと思います。はい、明日もしっかり一着目指し走ります。ご参加します。はい、それでは今日もカメラサインをお願いします。はい、全然今節船荒れないですもんね、水面も。そうですね、良かったです。はい